フットボールファンの皆さん、こんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。アルゼンチン対ポルトガル、解説には元日本代表の北澤剛さんをお招きしています。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。さあ北澤さん、実力では互角と言われるチーム同士の対戦となりましたね。戦力的にはほぼ互角ですからね。まあ両チームともこうメンタリティの戦い、そういった試合になっていくんじゃないかなと思いますけどもね。なるほど。さあ両チームの選手入場です。好ゲームを皆さん期待しましょう。キックオフ、右にエンドを取るのはポルトガル、そして左にエンドを取りますアルゼンチン。待っていた、ゴール。前半開始早々です、アルゼンチンまずは1点を先制。押し込みます。場内が大歓声に包まれます。最初の動き出しも早かったですね。そうですね、ちょうどディフェンダーの、ね、隙間を見つけてね。アルゼンチン先制ゴールを決め1点をもぎ取っています。でも得点した後というのはね、意外と隙ができますからね。ちょっとしたことでまた動きますよ。上がる、中には味方がいない。何？左サイド、中にいる。さあ通ったぞ。右サイドへ振って。おっとポスト、おっと低く丁寧に蹴ってきました。いい弾道だったんですけどね。何、これは通りませんでした。浮き球で狙ってきます。ジョアン・モウティーニョ、真ん中から上がっていこうというところ。コントロール前線へ、クリア。30分を回りました。長いパス、これはちょっとミスになってしまいます。アグエロ、届くか、
おっといい狙いですよ。何ファールを取られます。ロホ主審に呼ばれます。ああこれは注意だけですね。中に誰かいます。これは合いませんでした。繋がりません。浮き球繋がるか。おおどうだ。アグエロ、さあこのボール、このボールに出ましたよ。ダイレクト入りましたね。2点目。前半のロスタイム、アルゼンチンリードを2点に広げます。繊細かつ豪快な右足。今のゴールの前を、さあアルゼンチン前半終了間際に手をものにしました。ここで長い笛、前半終了です。しかしこの追加点驚きましたね。そのまま終了したの雰囲気もありましたからね。そうですね、このゴールは大きいですよね。後半参りましょう。エンドが変わりまして、右から左にアルゼンチン、左から右にポルトガル。ファールに合います。ポルトガルボールになります。どうだ、通らない。パスです。インサイド気味、つながる。ここからいった。シュートを狙いましたが、今の判断はいかがでしょう。やっぱり先ほどのように時間かけられてしまいますとね、しっかりとディフェンスが戻ってしまいますからね。これは合いません。届くか、折り返すか、上げてくる。ここでファールがありました。イエローカードもらった。無駄なファールにも見えましたけどもね、注意してほしいですね。さあボールが抜けてくる。流し込んだ。あっと入りません。今のが入っていればもう3点差となっていました。そうですね、完全に身動き取れなくなってしまうところでしたよね。ここで選手の交代があるようです。ジョアン・ペレイ、ジョアン・モーティーニョ、ディフェンス。後半30分を回ろうというところ。ここでホイッスルがありました。これは狙える距離でしょう。ここで選手交代。ロホ、ミア上がっていく。頑張るぞ。シュート、あっと決められない。さっきのような攻撃でさらに離されると、これはもう致命的ということになります。そうですね、決められるととどめを刺されると言ってもおかしくないですからね。バレラ抜けてきます。これはファールの判定。必ず行ってしまいましたね。ここで選手の交代があるようです。素晴らしいディフェンス。ラウル・メイレレス奪われる。さあここでカウンター。
右側から上がっていくか、いい守りを見せました。アディショナルタイムは3分という表示です。あっとここで長い笛、2対0アルゼンチン勝利です。さて北澤さん、試合を振り返っていかがでしょうか。アルゼンチンとしては